連邦政府は一年戦争における圧倒的な勝利によって地球圏の支配者として君臨していた。だがその支配体制も自らの増長によって終止符を打たれ、地球連邦政府は各地に潜伏し抵抗を続けるジオン残党への見せしめとしてギレンザビを処刑したのである。連邦の支配体制強化を狙ったこの行為は逆にジオン残党の戦意を高め、さらなる結束を促してしまう。元ジオン軍親衛隊隊長エリュー・ベラーズ率いるベラーズフリートはいち早くこの事態に対して行動を開始。それに呼応してジオン残党軍最大の勢力アクシズが沈黙を破り、地球連邦政府に対し宣戦を布告する。果たしてレビル将軍率いる連邦軍はよみがえったジオンの亡霊に再び勝利することができるのだろうか。